こんにちは、フィフィです。韓国で家計と企業の借金が GDP の2倍を超えたことが分かりました。韓国国民が2年稼いだお金でも返せないくらいの借金なんです。もうやばすぎます。韓国銀行がまとめた昨年の金融報告書によると、 2022年の7月から9月の GDP に対する民間の債務は224%で史上最高額を更新したそうです金額では家計債務と企業債務の合計が約374兆円にもなりましたこれ今後債務不履行に陥る人が続出すると銀行に大きな負担がかかるので金融機関が混乱するんです 韓国政府が個人経営者や中小企業の借金返済の猶予を設けたことなど、まあ、積極的な新型コロナの金融支援をした影響もあって、これまでは何とかごまかすことができたんですが、この支援策が終わると多くの個人事業主が破産に追い込まれるんです。あと、韓国政府は一部の人たちの金利を引き下げてあげて、生活資金の貸し出しも支援してきました。 まあこうした政府による支援策で借金返済の延滞がこれまではそこまで深刻ではなかったんですがこれからがやばいんです。借金の延滞率は普通1年から2年の時差があって出てくると言われています。だからこうした政府によるコロナの支援策が始まってから1、2年経つ今年からがやばいんです。問題は支援策が終わってしまうことなんですね。 そのせいで、延滞率が急増すると言われています。まず、コロナの行動規制が緩和されると、政府は新型コロナの金融支援を出す必要がなくなるんです。あと、不動産や株式市場などの資産価値も落ちています。これらの要因が重なって、家計の借金が不良再建化する恐れがあるんです。ただ、苦しいのは、個人や自営業者、あと中小企業だけではありません。 韓国ではサムスンや LG など韓国経済を支える大手企業の業績が傾いているからやばいんです。例えばサムスンの売上だけでも韓国の GDP の20%を占めます。そんなサムスンの業績が悪化しているから韓国政府も慌てているんです。 で、サムスンが1月6日に発表した昨年の10月から12月の連結決算ですが、営業利益が前の年の同じ時期より70%近くも減少したことが分かりました。世界経済が不景気というのもあるんですけど、一番の理由はサムスンの半導体の需要が減っているということなんです。で昨年1年を通しての営業利益も前の年より16%減少しました。 サムスンは今後もますます半導体分野で厳しくなると思われます。というのも、日本とアメリカが韓国ではなくて台湾の半導体をバックアップしていくからなんです。半導体分野は安全保障に関わるので、信用のある国と連携していく必要があります。 日米は今中国に対する半導体の規制も強化しているんです。でそうなると中国に半導体工場のある韓国にも影響してしまうんです。アメリカなどの半導体製造装置を中国に輸出できないようアメリカが規制を強化すると決定したんですが、これに日本も協力するとつい最近発表されました。 サムスンは中国にある工場に対して今のところ1年間制裁対象から外すとアメリカから猶予をもらっています。だからこの猶予期間中にサムスンは他のもっと生産コストの安い国に工場を移さなければいけないので今その作業に追われています。サムスンの危機は韓国経済にとって大きなリスクです。 少しでもサムスンの負担を軽減しなければいけないと韓国政府も動いています1月の3日韓国政府は韓国の半導体に対する投資家の大規模な減税を行う方針を明らかにしました経済を活性化するとともに安定したサプライチェーンを確保するためなんですちなみにサムスンだけではなくて韓国の LG も今大変なんです 1>, 1月6日に発表された昨年10月から12月の連結決算によると営業利益は前の年の同じ時期に比べて91%も大幅に減っています。コロナの影響で需要が減っているんですが、特に中国での消費が落ち込んでいることが大きく影響しています。韓国経済は中国に大きく依存しているんです。 しかも今は中国では新型コロナの感染が再拡大していて、中国の景気回復の見通しが立たない状況です。昨年も韓国は貿易赤字が続いていましたが、引き続き中国に対する輸出は低迷すると思われます。中国の新型コロナの感染状況ですが、正確なことはわかりません。 基本的に中国政府は感染者や死亡者数などの正確な数字は出しません。中国政府がゼロコロナ政策をやめてから1ヶ月になりますが、その間中国では最大で8億人が新型コロナに感染したと専門家は見ています。今月末には中国最大の連休である旧正月、春節があるので感染がさらに広がる恐れもあります。 そのため、中国のお隣の国、韓国では今、水際対策を強化しているんです。まあ、本当なら、春節の時期、中国からの観光需要に期待したいところでしょうが、韓国ではまたコロナが蔓延すれば、医療機関が逼迫しますし、経済が止まってしまいます。というか、今年の世界経済の最大のリスクは中国なんです。もちろん、ロシアのウクライナ侵攻も大きなリスクですが、 同じくらい中国のコロナ感染の再拡大は専門家の間で問題視されています。韓国は特にこの中国のコロナの感染状況を注視しています。中国の状況が韓国経済に直結するからなんです。韓国の輸出の25%が中国向けなんですね。これ輸出だけではなくて、韓国は中国からも多くの部品や素材を輸入しています。 その依存度は30%近くにもなります。韓国の経済研究員の分析によると中国の経済成長率が1%下がれば韓国の経済成長率もこれと連携して0.5%下落するそうです。これ結構大きいですよね。このまま中国の新型コロナの感染がしばらく続くようであれば 韓国の今年の経済成長率の見通しはさらに低く抑えられるでしょう。これがまさにチャイナショックというやつです。で、主な外資系投資銀行が発表した韓国の今年の経済成長率の見通しが1%台にとどまることがわかりました。韓国政府や韓国銀行が予測した1.6%よりも低い数字なんです。 これも以前から何度も IMF が忠告してきたように、韓国はもっと内需を拡大するために政府が対策を取っていくべきでした。韓国は貿易大国だとは言っても、こうして貿易相手国の状況に引っ張られて一緒に沈んでしまうんです。最後に世界的な投資銀行であるゴールドマンサックスは昨年12月、 今後の世界を予測する報告書を発表して、現在12位の韓国経済は今後、マレーシアやナイジェリアにも追い抜かれて、世界15位圏外に転落するとの予測を出しました。しかも今から17年後には、韓国の経済成長率が止まってしまうどころか、マイナス成長になるとまで言っているんです。これは韓国にとって最悪のシナリオです。 15年前ゴールドマン・サックスは韓国の未来は輝かしいと言っていたのにそれが180度も変わってもうこの先の韓国経済に期待はしていないようですさてここまでお話ししてきましたが皆さんはどう感じになりましたかコメント欄にどんどんご意見をお寄せくださいそしてフィーフィーチャンネルの登録もお願いします